はようございます。これより定例記者会見を始めさせていただきます。まず知事から本日の発表事項についてご説明いたします。はい、手元にスノーリゾート新潟の PR 動画が完成しましたという紙があると思いますけれども、この場でも何度か申し上げているように思いますけれども、2022年、北京の冬季オリンピック、冬のオリンピックが開催されるということで、中国では大変ウィンタースポーツへの関心が高まってきております。また中国以外、東南アジアの国々でもですね、もともと雪がないっていう国では非常に雪というものに対する魅力が高いというところで、新潟のプロモーションを進めていく上で特に雪に着目をして、魅力を発信していきたいとこういうふうに思っています。そのための道具として、この PR 動画が完成しましたので、ぜひ皆様にも見ていただきたいということであります。後ほどまたブリーフィングさせていただく予定しておりますので、そこでご覧いただけたらと思います。テロップは7つの言語を用意しておりまして、プロモーション先のマーケットに合わせて活用していきたいとそう思っています。私からは以上です。FM 新潟です、本日3点質問させていただきます。1点目、今週の月曜日東京電力が柏崎市長に対し初めて柏崎刈羽原発の廃炉に関する言及を行いました。花角知事からコメント控えると伺っていますが、年数が経てば廃炉は確実に近づいてくるものであります。再稼働の議論とは別に今後の対応や見通しについて知事ご自身のご意見をお聞かせください。合わせて、世界最大規模の7基が集中立地している現状をどのようにお考えか、お答えください。はい、今回 の, 東京電力が柏崎市長に、報告した、この廃炉に関するものは、もともと柏崎市長さんが柏崎刈羽の6、7号機の、再稼働にあたっての条件ということで求めておられたもので、まさに再稼働に関する議論でありますので、そういう意味で私は検証を今進めているところなので、それが終わるまで再稼働に関する議論はできないということを申し上げてきたことからコメントは控えますと、こう皆様にお知らせしたところです。で、一般論としてのその廃炉ということについて言えば、まさにいずれ来るんでしょうねと、それはと、当然来るんでしょうと、いつやるべきだとか、いくつやるべきだとか、そこにどう地域の産業が関わるかとか、そういったことについて今特段 の, 議論はしていないので、あまり申し上げることは、ないんですけれども、いずれ廃炉ということになれば、具体的なそういう工程が明らかになれば、例えば安全上の観点で大丈夫なのかといったことは県としても確認していくとか、そういうことは出てくるだろうとは思いますが、今の時点で特に何かお伝えするようなことはありません。ありがとうございます。続きまして防災に関してです。次の日曜日9月1日防災の日です。今月全国的に大雨で各地被害に見舞われ、今も九州の方では、災害など発生していますが、9月は例年台風が多く発生する時期でもありますので、改めて防災面における県の今後の対策と、知事として県民の皆さんに呼びかけたいことがありましたらお願いします。はい、まさに今ご質問いただいた通り、昨日から九州の北部で大雨が続いておりまして、今朝も今の時点においても大雨特別警報が発令された状況だということで、災害がもうすでに発生している恐れがあるというふうに聞いています。で、気象台によりますと、実は今日も午後から明日にかけて、この新潟県内でも、大雨、そして土砂災害に警戒が必要であるという情報を得ておりますので、県民の皆様には本当に
今後の気象情報に十分注意していただきたいと思います。そしてご質問にありましたように、9月は大変台風の多い、時期でありまして、でしかもこの、9月秋の台風は秋雨前線と非常に、連動して、大雨となることが多い、台風ですので、特に警戒が必要だというふうに思っています。県としては、市町村や、気象台などの、関係機関と、しっかり連携をして、早め早めの、情報提供に、県民の皆さんに情報提供に努めてまいりたいと思いますけれども、県民の皆様にも地元市町村や、気象台などからの情報に十分留意していただいて、早め早めの備えと、避難行動に結びつけて心がけていただきたいと、そういうふうに、思っています。で以前もここでちょっとお話ししましたが、防災アプリ、新潟県の防災アプリを作って、ダウンロードできるようにしてございます。これはすでに例えば NHK さんの防災アプリとかヤフーさんの防災アプリなどいろいろありますけれども、この県の防災アプリは、ハザードマップが簡便に見られるようになってますし、それから避難場所、避難所の情報が入ってますので、ぜひともこういった道具も活用していただいて、自らの命を守る、行動を取ってもらいたいと、そのように思います。最後に、先週末開催された県庁前のライトマルシェに関しまして、県庁職員の方が主体となって企画運営するという取り組みは、これまでの県庁にはないイメージかと思いますが、そういった若手職員による新たな活動について、当日の知事ご自身の感想も含めてどう感じていらっしゃるかと、あと今後の展望などもありましたらお聞かせください。はい、当日は私自身は残念ながらちょっと顔を出せなかったんですけれども、多くの家族連れの方々に来ていただいて、3500人ぐらいの来場者があったというふうに聞いています。で、このナイトマラシの話、ちょうど先週もこのご質問いただいた記憶がありますけれども、その時にもお答えしましたけれども、県庁職員が、民間の方々などとも連携をしての取り組みだったというふうに聞いてますが、こうして、主体的に前向きなこうアイデアをですね、出して、関係者を巻き込んで、こういう取り組みを実現させたということ、これは本当に意欲ある行動として評価したい、高く評価したいと思っています。大いに歓迎したいと思っています。県庁舎をそういうふうに使うというのは、あまり発想されてなかったことだと思いますので、こうした公的な施設でもですね、本来の目的なり機能を妨げない範囲でですね、もっともっと街中のにぎわいとかですね、地域のにぎわいづくりなどにですね、活用できるんであれば大いにアイデアを出してですね、考えていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。代表以上です。ご質問ある方いらっしゃいましたら。はい、共同通信の斉藤です。先ほども質問があったんですけども、神崎市長に提出された廃炉計画の件として、結局具体的な廃炉のメドを廃炉するかしないかも含めて、この検討を行ったんですけれども、方針が見通せないことに対して地元の方々は、不安に思っている、まずはっきり命令でも示してほしいという声もありますけれども、今県の検証も期限が定まっていない状態なんですが、その点についていかがお考えでしょうか。県の検証についてはもう繰り返し申し上げているように、私の方からお尻を切っていついつまでに、答えを出してください、詰めてくださいということは、申し上げておりません。まさに議論を尽くしていただきたいと。ただおのずとそれは議論を重ねていけば
どこかで議論は尽きるだろうと思いますので、その時点で検証結果が取りまとめられるものと思っています。でそこは申し訳ないですけど、一定の時間がかかることはご理解いただきたいと思います。はい、NHK の野原です。廃炉下水熱に関連してなんですけれども、まだ柏崎刈羽の現場の企業の方々だと廃炉産業にどう関わっていけばいいのかというイメージがついていないというところが多いようなんですが、一方福井県などでは、企業を挙げて廃炉協定というものを事業者と結んで、県内の企業が関われるような枠組みを作ろうとしているそうなんですけれども、そういった将来の廃炉ビジネスを見通して、東方東電さん、あるいは地元自治体と何らかの協議を進めたり、枠組みを作っていきたいというようなお考えがあったら、一般論としてその廃炉なりがですね、で地域の経済を潤したいというのは発想としては十分理解できますよね。ただ申し上げている私ども今県としては、そもそも検証作業をやっているところであり、柏崎刈羽の安全性の議論をしていただいているところなので、その後で、今の問題については、議論したいと思います。はい、新潟日報です。話題変わりまして、昨日県内基幹病院の計画の再検討するための、地域医療構想調整会議が、はい、明日ですね、はい、開かれるということですけれども、はい、改めてこの会議に期待することと、このメンバーを選ばれた理由について考えますか。メンバーはその地域のまさに医療関係者であり、そもそも医療全体についての有識者でございますので、まさに専門的な観点から、県央地域の医療がどういう状態にある、どういう方向に持っていくべきかということを議論していただきたいと思いますが、もちろんきっかけは県央基幹病院の計画が、3年前ですか、一応固まって、それにのっとって県央基幹病院の議論自身はもう10年来の議論ではありますけれども、一応整備計画が固まって、それで、議論を進め、まさに計画を実行に移していく、状況に来ているんですけれども、ここに来て、やはり大きな医療を取り巻く変化が起きていると。それは見込みよりもはるかに医療需要が落ちているという現状、それから、医師がやはり、あれ看護医療スタッフが非常に足りないで、かつ医師そのものも働き方改革の中で、あるいは専門医制度の改革の中でやっぱり大きな病院に集まらないと対応できないというような状況が、変わってきてるんではないか、変化が実際起きてますよねという、ご指摘を踏まえて、このままこの3年前の整備計画のままで進んでて大丈夫かというところを、お急ぎで検証してくださいというのが今回の会議の趣旨でありまして、半年をめどに、修正すべき点があるかどうか、見直すべき点があるかどうかを答えをいただきたいというふうに思っています。年内と申し上げているのはその整備計画にのっとって、今年度発注する予定になっていますので、その時間を考えると、ギリギリ年内に、見直し検証を済ませる必要があるという観点で、大変お忙しい皆さんに申し訳ないんですが、精力的な議論を期待したいと思います。計画がどのように見直されるのかということについて、それは分かりませんけど地元の中で不安というか、そうですよね、もちろんこれまで携わってきた方々にそれぞれいろんな思いがあると、もちろん行政にもそれぞれ思いがあるのはもちろん当然だと思いますけれども、一方でやっぱり大きな医療環境の変化があるんで、本当にこのまま行くことがみんなにとってプラスなのかというところはやっぱりチェックをすることが合理的だと思います。時間ない中でどの程度の計画の見直しができるのか、これから議論していくと思うんですけれども、
そうですね、少なくともその、まあ、日本平病院の、まあ、不死撤退ですとかそういったことは問題にくいかなと思うんですけど、うん、そこはあの予断を持って申し上げることは控えたいと思います。すべてそのテーブルの上にあるというか、まさにあの当事者たち、治験の医療圏の当事者の方々、そして医療に関する指揮権をお持ちの方々の議論に委ねるということでお願いしたところです。この議論には県立病院の、まあ、吉田と鴨も、当然訴状に上がるでしょうね。経営形態の見直しですとか、まあ、そういったことも、まあ、経営形態の話まで行くのか、果たすべき役割とか機能とか、規模とかそういったものは議論なさるされるだろうと想像します。あの最終的にはその、まあ、年内をめどに結論のようなものをですね、一時的にそういうことを想定しているんでしょうか。でその年内に議論は終えてほしいと思います、まあ、どういった結論をその後どう判断されるかは知事ご自身が、まあ、まあもちろんあの関係者はこのらの方々以外にも大勢おいでですので、そういった関係者の方々の当然お考えなり思いも受け止めながら何らか判断していかなきゃいけないと思います。ありがとうございます。はい、日向谷国です。よろしくお願いします。柏崎刈羽原発の廃炉の関係で伺いたいんですけれども、仮に柏崎刈羽原発の1から5号機いずれかの号機が廃炉になるというふうなことになったとするとですね、県としてはそれを妨げないで了解するのか、それとも何らかの判断が必要になってくるのか。ですからそういう再稼働に絡む議論になるのでコメントは控えたいと思いますと申し上げているところです。そうするとですね、まあ、いずれ廃炉が来るというふうに一般論であることもあると、いや物事はいずれ終わりはあるでしょうねと、はい、あると思うんですけれども、一時としては原発40年で廃炉にすべきなのか、それとも延長で60年まで動かせると思うんですけど、60年まで動かしてもいいか、まあ、そういったところで40年か60年からどういうふうに。そこは私知見ございません。まさに、安全性の議論は技術委員会でも今議論いただいてますので、そういった議論の検証の結果を踏まえてから考えていきたいと思います。仮に1から今6、7号機の再稼働に関して3つの検証を行っていると思うんですけれども、1から5号機の、再稼働っていずれかの検証はって言ってるのは厳密な意味では福島第一原発の事故に関する検証で、それと別に柏崎刈羽の安全性の議論は県独自に技術委員会にお願いをしてやっています。となったときに1から5号機いずれかの号機を東京電力が再稼働したいというふうな話になったときには、検証はもう一度されるものなんでしょうか。検証だから何のように福島第一原発事故に関する検証ですよね。そうすると、今の検証が終了して、6、7についての安全性の議論ですね、はい、が終了して、その後に1から5号機のいずれかを東京電力を動かしたいというふうな話になったときに、もう一度検証するのか、それとも検証は、いや、それは今この時点で何かこうその議論をして過程を置いて議論しても意味がないし、そういうことは控えたいと思いますけれども、まあ、議論してないものをやろうということになれば、それは議論してからですねになる、一般論としてはそうだと思います。6、7号機の安全性というのは今の検証で見れると思うんですけれども、福島 の事故の検証というのはもう今やっている検証で終了というか、そうですよね、そうですね、はいはい、同じスキームで、1から5号機の再稼働に関する議論というのは進める必要もないと思うんですけれども、そういったところはですから、もう仮定の議論でお話を進めるのは控えたいと思います。はい、新潟日報の大倉です。先日、お米の今年度産のですね、2019年産の、お米の JA の借り渡し金というのが、明らかになったんですけれども、まあ、昨年の当初に比べて200円から400円ぐらい増えて
いるという、まあ、コシヒカリに関してはですが、これに関しては、昨年の当初よりもコシヒカリは増額になっていることについては、そのこと自身は、まあ、農業者にとっては嬉しい喜ばしいことだなと思います。まあ、うん、それだけ、まあ、需要が硬いということを、もし収入があるということ自身は農業者にとっては喜ばしいと思いますよ。一方で、まあ、その生産者の手取りが増える可能性があるということは、うん、まあ、販売されるお米の価格が少し上がるという、まあ、消費者にとっては少しそうですね、そういう面もあると思います。その可能性はありますね。完全連動ではないと思いますけども、今借り渡し金ですから、生産を 見込んでの借り渡しですから、必ず市場価格が上がるかどうかっていうところは分かりませんけれども、可能性は十分ありますよね。そこは心配ですよね。価格が上がれば需要が下がる可能性があるわけで、で米の消費自身がそもそも毎年本当に低下している、減っている中で、また一段と、米消費が落ち込むんではないかという、まあ、心配はもちろんあると思います。心配に対してはまだ分かりませんけれども、分からないです。借り渡し金はでも最終的な生産を見込んで のどこまで先にお金を渡しておくかということでしょうから、それはまあこれから秋、作業、まあ、作柄がどうなるか、どれだけ、生産できるかで、その質も含めてですね、でそれでマーケットがそれをどう評価するかっていうのは、まあ、これからですので、しっかり状況の推移を見ていく必要があると思います。一方で、まあ、新潟県がブランド化を進めている新之助が、はいはいはい、少し値段が下がってしまいましたけれども、借り渡し金に関して、まあ、コシヒカリ、魚沼コシヒカリの、まあ、下がりというか、昨年の改定後の借り渡し金よりは魚沼のコシヒカリの方が下げ幅は大きいので、まあ、あまり100円玉1つ2つで、一喜一憂してもしょうがないのかなとは思います。新之助も他の一般のコシヒカリと比べればはるかに高い、借り渡し金で、まあ言うならば魚沼コシヒカリとほぼ同等の評価をいただいているのではないかと思います。新之助は非常に各他県のブランド前競争が厳しい中で、こういうふうな今回はちょっと下がったということになったのではないかというふうに。魚沼コシヒカリも下がっています。はい、改定後の、はい、借り渡し金が、これから新之助とか魚沼コシヒカリという、まあ、ちょっと下がってしまってますけれども、まあ、そあくまでも借り渡し金なので、しかもこれから見直されていきますから、この時点でなんか大きく喜ぶとかしょげ返るとかそういうことではないんじゃないかなと思うんですよね。動いていくもので、まあまあ、したがって今後の市場のですね、評価というものはしっかり注視していく必要があるとは思います。これから、まあ、新米のシーズンになっていきますけれども、そうですよね、県としてその PR とか、まあ、米離れをするような、もう新之助についてはもう一貫して魚沼コシヒカリ並ぶ、新潟県の東西の 横綱のブランド米というふうに位置づけていますので、まあ、しっかりプロモーションしていきたいと思います。コシヒカリに関しても、そうですね、もちろんコシヒカリも、はい、まず東と西の横綱ですので力を入れて新潟のお米の魅力は訴えていきたいと思います。今の時点で何かこういう PR をしていくよっていうような何か、まさに具体的に、なんかいろんな、まあ、県産品全体 のプロモーションというのは、確かこの10月 の海外マレーシアなどでも予定していますし、まあ、例えば流通グループと手を組んで大きな店舗で県産品フェアなどはたくさん企画されていると思いますので、それはそれでしっかり、流通の皆さんと連携をして、
プロモーションしていきたいと思います。私自身が参加するものが具体的に何月何日の何々っていうところまでまだ聞いてないんですけども、役立つようであれば出かけていきたいと思います。マレーシアに行かれるんですか？いやいや、それも何も決まって、多分マレーシアで今準備をしていると聞いています。さあ、そうそうそう、ありがとうございます。すいません、先週 の金曜日なんですけれども、はい、県会議員の方々が、はい、各党会派で集まって、報酬を削減する方向で今後検討していきたいということを合意されましたけれども。そうですか、はい、はい、そのことについて、まあ、県議員の皆さん、それはもう議会のことは基本的に議会でお決めいただくことなので、何らかご協力いただく、県の財政改革に行財政改革にご協力いただけるということであれば、大変嬉しい、ありがたいと思います。特に知事としてこれぐらいやってほしいとか。それは私の方から言うことはありません。そういう動きがあったことは非常に、それはそうですね、ご協力いただけると、そういう趣旨でしょうから、それは歓迎といいますか、ありがたいと思います。はい、原発の原発に少し関連してたんですけども、再来月じゃない、今年11月ですかね、計画に基づく原発の、防災訓練を行われると思うんですけども、今までもお話が出てくると思うんですが、改めて重点的にどんなことがこう確認できるような訓練になればいいかなと思います。机上訓練はこれまで2回ほど繰り返して、県の広域の避難計画を作った後ですね、2回ほどやってまいりましたが、詳細はいずれ皆さんに発表するので、その時だと思いますけど、11月の、初旬に、実動の避難訓練をやろうということで、計画をしています。まさに実際住民の皆さんにもご参加いただいて、避難をするその手順とか、現に避難行動をやっていただいて、どんな課題があるのか、スムーズにできるのか、そういったところを検証してまいりたいと思います。昨日なんか、使用料みたいな案ですか？皆さんに何か発表な、そうですね、昨日の協議会ですか、作業部会の方で実施要領の案は出ていて、国の方でやった、国と自治体で作る原子力防災協議会の作業部会です。1日目と2日目の項目みたいなものはもう出てるんですけども、その中でも何かこう、重点的に確認し、ご自身、知事ご自身も確認したいというか、興味のあるところではどこでしょうか？ごめんなさい、その出した資料そのものは私は見てないので、何とも言えませんけれども、今申し上げたように、実際住民の皆さんに参加していただいて避難していただく、それがスムーズにできるかというところが関心事項であります。例えばそれ、安定要素材の問題ですとか、それから車が車両が確保できるかとか、どういうもちろん訓練ですので、シナリオを最初に作るわけですよね。そのシナリオの設定によっていかようにでも動くわけで、そういう意味で私も詳細なシナリオを聞いていないので、何とも言えませんけれども、都に言われているその、運転して車を、そういう逃げるための車が十分な車両数が確保できるのかとか、誰が特に要配慮者の方々にどういう、誰がどういうふうに手を差し伸べて安全に、迅速に避難できるのかとか、そういったもうすでに、言われてきている課題、それらは当然、どうクリアできるか関心事項ではあります。ちょっと聞き方ずるいですけども、この訓練、もちろん訓練なのであれですけども、この訓練でそのどうしてもこう払拭できない課題とかが出てきた場合とかっていう時はその原発の方も再稼働はやはり反対するとか、そういったことにつながっていくこととかっていうのは考えられるんでしょうか？わかりません。訓練をやりながら課題を抽出し、その課題をどう解決していくかということを繰り返していくということだと思います。あくまでも稼働時の事故に備えての訓練というようなことですか？ですが、避難の検証委員会がありますので、そういう安全に避難することができる、
そういう計画を作れるかどうかというところは、今まさに検証して議論していただいてますので、まあ、そこに反映していくことになるでしょうね。実動避難訓練をやればその結果というものは。毎日新聞の井口です。正直海洋原発の件なんですけれども、先ほど最初の質問 の知事のご回答として、その具体的な工程が明らかになれば、例えば安全上大丈夫かとかっていうことを、まあ、議論的にしていく。一般論で言ったんですよ。当然廃炉という話にいずれ来るでしょうねと。でそうなったとき県は全く知りませんということにはならないんじゃないのかという趣旨です。具体的なっていう言葉が出てきたのでちょっと気になったんですが、その、まあ、今回その東電側が出してきた回答っていうのは、まあ、かなり曖昧さも残るところかなと思うんですけれども、知事もそういう、まあ、まだ具体的ではないっていう。いやいや、そういうなんか今回の件についてはあくまでも再稼働の条件として柏崎さんが求めていたものとのやり取りですので、それについてはコメントしませんと申し上げている話で、で最初のご質問は一般論として廃炉という話についてのお尋ねであったので、それはいずれ来るでしょうと。で来た時に、いずれ来た時に県が何も知りませんって話にはならないんでしょうねぐらいの意味です。いずれ来た時にっていう趣旨です。はい、DSN です。先ほど県産病院のことに関して、はい、明日から議論始まりますけども、はい、まあ、非常に短い中の議論で、その見直しという部分は、まあ、有識者会議からも医師看護婦の確保難しいから県民のためにはならないという意見がありましたけれども、意見取りまとめの中で、そもそも計画見直しとは、その他の県立病院との兼ね合いから、まあ、診療科目やベッド数の規模などの見直しなのか、もしくは、その建設すべきかどうか そのゼロベースからの見直しなのか、どちらをこう期待されますでしょうか。いや、ですから私は土俵を設定していませんよ。まさに県央の医療の当事者の方々や、医療の今の状況についての有識者の皆さんが集まっていただいてますので、そこに今ある県央の基幹病院の整備計画が、まあ、まさに今の状況に適しているのかどうかを検証していただきたいと思っています。いや、ですからそこを今予断を持ってこういうことじゃないかとか、そういうことは一切言っていません。この整備計画が今の時代にマッチしていて、今後10年、まあ、20何年先まで見るかあれですけれども、県央の医療環境、適正な医療環境を作っていくのにふさわしいかということを見てくださいというお願いです。なることもなくはないということ。だそういうふうに言うと白紙も想定しているかのように、なってしまうので、私は一切そういう意味で余談土俵を決めていませんと申し上げています。はい、井上君もあります。今の医療保険機関病院の関係なんですが、メンバー見ると医療関係者出身のようなんですけど、地域医療のあり方というと、まあ、行政的な観点というのが必要かと思うんですが、行政的な観点という部分はこの、まあ、今回設ける会議の中でどのようにこう反映されますか。行政的という意味はちょっと正確に分かりかねますけれども、まあ、もちろん医療関係者は医療行政にも携わっている人ももちろんいますし、関係している人たちもおいでだと思いますので、それはさまざまな適正な、今ちょっとお答えしたように適正な医療環境をどう作っていくか、住民の皆さんにとって、まあ、幸せな医療環境というものをどう作っていくかということでご議論いただくものだと思っています。メンバーの中に県のはあくまで事務局としてなのか、それとも一応県も幹部の方が意見を言っていくような形で関わっていくのかというのは、どういった県は県の位置づけっていう、多分それは事務局じゃないですかね。このいわゆる委員会議の構成員として県というのは、もちろん県立病院はありますけれども、県という形で
なんか県の福祉行政な医療行政の代表者っていう位置づけの委員はおいでならないと思いますけど、はい、地域の自治体もいろんな思いがあると思うんですが、今回自治体の、関係者を入れなかったのでも何か、まさに専門的な観点からまずは議論していただきたいということです。自治体のトップももちろんそうでしょうね。大変先ほど来質問にお答えしてますけれども、これ何らかの議論が収束してお答えをいただいたとして、当然、そういう首長さんですとか関係者を大勢おいでですので、そういった人たちの思いやお考えというものも当然踏まえなければならないと思います。すみません、原発に戻ってほしいんですが、最初 の、 代表質問にあった部分で集中立地について、住民が不安に思っている部分をどうお考えかという部分がちょっと答えがなかったんですが、その辺 の、 集中立地、原発が7基集中立地していることについては、チームの仕事どうか、それも含めて今安全性の議論をしていただいてますので、集中立地することが安全性に当然影響するのかしないのか、するとしてもどうクリアするのか、そういったことは今まさに技術委員会でご議論いただいているところですので、それを待ちたいと思います。私から最後しますけど、応援されていた埼玉県知事選で応援されていた大島さんが残念ながら落選されましたけど、これについて知事何かご紹介ありますか。いや、もう残念でしたですねと、はい、結構これからもいろんな各地知事選等あると思うんですが、こういった応援とかは今後、いやー、知事選周辺の自治体の知事選ってまず考えにくいですよね。今回はたまたま新潟の深い関係者だったということもあって応援を頼まれたというだけで、普通は周辺の自治体の知事選なりに、あるいは市長選なりに顔を出すということはまず考えられないですね。今回は新潟出身、まだ新潟出身者だったのでということで、はい、よろしいでしょうか。では、はい、はい、ありがとうございました。